コタバト州の一コタバト州は、フィリピン南部ミンダネオ島にある内陸州で、クサーアージェン地方に属する。面積は6569.9平方キロメートル、人口は95万8643人、州都はキダパワンである。ルソン島やビサヤ諸島からのキリスト教徒移民が多く、元のムスリム系住民を圧倒している。 2019年のバンサモロジチ地域成立時に、コタバト州西部のムスリムの多い67のバランガイでもバンサモロへの編入を問う住民投票が行われ、63のバランガイがコタバト州に属したままバンサモロジチ地域に編入された。コタバとはマギンダナオ族の言葉のクタワとあるいはマレー語のコタバツが由来で、どちらも意味は石の要塞である。19世紀に、 フィリピン植民地に組み込まれる前のムスリム国家、マギンダナ王国時代の名残を残す地名である。もともとコタバト州は、ミンダナオ島の中部、ミンダナオ川沿いのコタバト平野に広い領域を持ち、フィリピン一面積の広い州だったが、1966年に、南コタバト州が分かれたのを最初に、百七十三年十一月には、北コタバト州、マギンダナオ州、 スルタン・クダラット州の3つの州に分割され現在の領域となった。1983年12月、北コタバト州がコタバト州に改名して現在に至っている。南にスルタン・クダラット州、東にダバオ地方のダバオデルスル州と州に属さない、ダバオ市、北に北ミンダナオ地方のブキドノン州、バンサモロジチ地域のラナオデルスル州、 南西にマギンダナオ州に接している。マギンダナオ州内にはコタバ都市があるが、ソクサアジェン地方の中心都市で独立した都市である。コタバ都州と混同されやすいが、1973年に分割される以前からの旧コタバ都州の領域の名残でもある。ありがとうございます。